皆さんこんにちは。相談堂の漢方薬剤師中尾と申します。私たち相談堂では、がんで困っている患者さんに、漢方薬の提案をしていただきます。そういったがんの時の漢方の話の前に、基本的にまずがんのことをどういうふうに考えるかということをお話しさせていただきます。第一に、まず一つ、この6000個、すべての人間が老若男女、子供であれ私であれ、毎日6000個のがん細胞ができているということです。ただし普通の人は免疫力によってその6000個毎日排除できてますけど、免疫力が低下した状況とかになってきますと、これが5900個排除できても、残りの100個おればそのがん細胞が免疫から排除されませんので、どんどん大きくなっていくということが考えられます。そうすると、なぜ免疫力が下がったのかということを考えていかないといけないと思います。なぜがん細胞が大きくなるのか、先ほど申したように免疫力が弱ってくるということもありますけど、免疫力が弱ってくる原因として、やはり貧血であったり、体温が低かったり、そして精神的なストレスによって自分の免疫力が下がったり、あと食べ物やタバコ、他にも薬などそういった影響によって免疫力が下がってくる場合があります。そうすると、なぜその免疫力が下がってきたのかっていうことを考える必要があると思います。で、次に申したいことが、がんになりました。それでやっぱり皆さん最後お亡くなりになることを恐れています。でも実を言うと、がんで死ぬっていうことではなくて、私が見たところ、やはりがん患者さんは一生懸命やっぱり抗がん剤なり頑張っておられます。そうして自分ががんだということで本当に元気がなくなる、要は気力が落ちたり、そして、長引く治療によって食欲が落ちてご飯が食べられなくなる、そして気力食欲が落ちた結果、闘病で体力が落ちてきます。で、体力が落ちてくると、いろんな手術や抗がん剤をはじめ戦う力がなくなってくるので、体が持たなくなってきます。そして長引く闘病や、抗がん剤によって免疫細胞が落ちて、免疫細胞の力が落ちて、最後は感染症にかかる人が多いです。そのために、最後に間質性肺炎など感染症にかかってお亡くなりになられる方も多いです。つまり逆に言いますと、この気力、食欲、体力、免疫力をしっかり維持できれば、がんとうまく共存できるという可能性を示しています。で、次に関して抗がん剤の基本知識として、がん細胞というのは分裂する細胞ですから、この分裂をこう阻止していく、要は分裂しないようにしていくために抗がん剤というものが使われます。しかし抗がん剤はがん細胞だけを特異的にやるのではなくて、なぜかと言いますと、がん細胞自体ももともと自分の細胞なので、自分の細胞とよその細、がん細胞区別する力が薬にはありません。そのためにもうあらゆる分裂する細胞に対して基本的にダメージを与えています。ですから分裂する細胞といえば、まず伸びていく爪、そして伸びていく髪の毛がやられてきます。そのために髪の毛が抜けたり爪がボロボロになってきます。で、次にやられるのが胃腸です。これは胃はいつも消化液を出しています。肉を食べると消化するように、胃の細胞、腸の細胞も実を言うと消化していきます。そうすると、その消化されたものに対して普通は新しい細胞が生まれてくるんですけど、その新しく生まれた細胞に対して抗がん剤また作用して分裂できなくてしまうと、胃腸の細胞が弱ってきて、それで食べれなくなっていくのです。で、次にですね、もう一つ重要なのが、患者さんは抗がん剤といえばがん細胞に 100% 効くと思ってますけど、どんな薬でさえ 100% ということはありえません。そうすると、100% じゃなくて、まあ、実際 20%、30%、まあ、頑張って 40% ぐらいだと思いますが、そのためにそういうふうになら、残りの 60%、70%、80% の人はのがんには効かない。そうすると抗がん剤というのはやっぱり確率、ある意味確率の問題です。そうすると病院は何を考えるかというと、その確率を高めるために、カクテル療法といって、
抗がん剤を2種類もしくは3種類をやっていきます。そうすることでまた副作用が強くなってきて患者さんがダメージを受けています。今からはまたここで一旦終わらせて後でまたお話しさせていただきます。ありがとうございました。